えー、自民総裁に安倍首相参戦、石破元幹事長を破るというね、き、え、のー、の選挙結果を受けてのニュースから本日深いにまいりま,しょうまあ皆さん、ほとんどの方が NHK のニュースは見ておられないでしょうから、<laughs> 一応、主張的なこともちょっとお話しますと、<laughs> はい、まあ今お,お話になったと、はい、あり、国会議員票はね、はい、80、20で安倍さんだったんだが、はいえー、ち地方票という党員票は55対45ということで、石破さんがかなり善戦したと,いと。い 事実でありますねこれ詳しいことはもう須田さんのご専門で僕から言わせるとですね今自民党以外には政党がなくなってしまったわけですねこの前非常にわれわれと政治的に偉い人と会ったらですね今はもう左とか右とかいう区別をすること自身が難しいんだと以前おっしゃったように自民党がコンビニ化してますからねですから自民党の中でかなり普段からですね政局とか誰が次に首相になるとかそういうくだらない議論じゃなくて え本当に日本国民のための自民党になってほしいわけですね、はい、そのためには各候補ってか、かなりの人が自民党の中にいて、ですね、はい、普段から、例えば僕ですとね、ええ、僕は全体的に安倍首相を支持してるんですが、ええ、だけども、 えー、例えば原発は再開反対だし、消費税の上げも反対だし、増税ですね、はい、それから企業が内部留保しているよやつは、政治的にどうするかとか、はい、それから道路も非常に遅れてるんで、はいえー、日本列島改造もう一回やらなきゃいけないしと、はい、いうようなことがあって、ですね、はい、必ずしも安倍さんの全体の政策を支持してるわけじゃないんですけれども。 その現在は安倍さんは外交は素晴らしいですよ、ああプーチンさんと22回も会うなんてね、うん、もう素晴らしいわけですよ、えー、あなのに、うん、その自民党の中でね、えー、こういう政策を進めるんだっていう人たちが、はい、5人ぐらい欲しいんですよ、もっとはい。だから今度の石破さんで僕はちょっと不満があるのはね、えー、普段から政策がよく見えなかったんですよ。 あ普段あの石破さんっつったら、はい、原発反庶民的な考えで自民党をやっていくと、うん、庶民は今原発やってほしくないし、うん、それから、えー、あれですよ、えー、消費税を上げてほしくないしと<ー>はっきりしてるわけですよそれから災害も続いてるから、うん、治水工事も進めてほしい<ー>そういう立場から自民党の中で力を持った人が出てくればた、えー、や割合と。 言ってみればエスタブリッシュメント現在のお金を持ってる人たちの考えを代用するかまいませんからねそれぞれそういうのがいてほしいけども今度の総裁選でそういうことにならなかったっていうのが今後の暗雲ですね特に僕よく分かりませんけどねそれも須田さんがよく分かる例えばほら小泉進次郎なんつうのは全く分かんなかった直前になってどっちを選ぶって言ったらあなたねこの「あなたね」 自民民党っってて国民のためにあるんだってそんそなね自分がね直前にどうするのかって全然何にも分かんないあのあれが政策も分かんない限りなく後出しじゃんけんに近いようなものすごく変だっただからあんな人が報道に乗ること自体がいやもうちょっとどうにもならんなっていう感じがいたしました私は国民側から見てね 政局っていうのを外してみたら今度の選挙のように空虚な選挙はなかったなっていうのが僕の感じですということでご専門にお渡し今日ずいぶん簡単ですねあっさりしてますね疲れてるんですかはいいだですからね夕暇だいぶ過ごされたんですはい。須田さんいかがでしょうかいやあの今日ねあの今朝の新聞各紙すべてのえしねテレビ報道を見てるわけじゃないんでもしかすると触れてるところがあるのかもしれないんだけども少なくとも昨日までの時点ではどこも 指摘してないんだけど極めて重要なポイントっていうのは今回の総裁選で一つあるんですよ。それは一体何なのかというとですね、まあ小泉純一郎さんのが総理大臣五年五ヶ月やって、その後に発足したのが安倍第一次政権ですよね。で、まあこれをこれも含めてね、これまで合計三回のえ総裁選、前回はえあれがなかったもんですから、改選期においてはですね、総裁選,選選挙自体が実施されない無投票再選ということになったもんですから、それを外しますと三回あった ええでところが前の2回と、今回の1回と、明らかに異なっている点が1点あるんですよ、はい、それは何かというとです、ね、ええ、今回、安倍さんはです、ね、派閥の推薦を受けて総裁選に出馬したと、いくつかの派閥の推薦を受けて総裁選に出馬した、あええ、前回は、まあ、これもそれまではです、ね、こういった派閥の推薦というのはなしに総裁選に出てるんですね。 あのそもそも、えーまあ、1回目というか、小泉さんの後継で出た時はです、ね、はい、これ、実を言うと、清、え、和、ーまあ、会というかな、はい、当時は森派というふうに言ってたんですが、はい、この中も割れてましてね、はい、森派自体の、つまり出身母体自体のです、ねはい、推薦が得られなかったということで、はいまあ、事実上、小泉さんの後継指名を受けて、はい、総裁選に出る、あ<ー>そして、あのーまあ、今回の、まあ、3回目の、ねえー、安倍政権が発足するにあたっての第2次安倍政権、はいえー、これにあたってはです、ね、この時も清和会。 られたんです。町村会長というね方がですね、今もお亡くなりになられたんだけども、派閥のトップだったものですから総裁選での安倍さんも出るということで派閥の推薦を受けることができなかった出身母体含めて他の派閥の推薦も受けなかったんですよ。ま今回初めて派閥の推薦を受けたんですね。でそうするとですね、そのそれぞれの派閥の所属議員というのがいてね所属議員というのがいてそれは各地にいるわけだからそう。 その下にです、ね、どれだけの党員であるとか、党員であるとかという、党員がぶら下がっているかっていうのが見えてくるんですよ。はあはあ、で、そうするとね、計算上は、えー、あの党員、党友票、まああの、党員票というのは50%。 固められるだだろううとということだったんですね、えーえー、そういった、えー出資まあ、推薦派閥に所属した国会議員が自分の、ね、影響力下にある党員票を固めれば50%いくっていうのが、えーえー、そもそもの今回の総裁選の、えーまあ、言ってみればけ予想だったわけですよね、えーで。そこで茂木さん実態上の選対委員長だった茂木さんが、えー、だったら頑張ってプラスアルファ5%乗っけようじゃないか、はい、努力目標だ。 といいうう形でで数字が出てきたんですねでもちろんね、50%全部、えー、固められるっていうのも難しいですよ、えーえー、兵庫県なんかで反乱が起こったようにですね、西村さんが言ったらふざけんなみたいな話が出てきたようにですね、だから安倍さんとしては各地回りにあたって、その50%を固めるということは大前提だった。えー、そうすると3 オンされたんですよほうほう今回、はい、プラスアルドはだから、えー、予想というのは想定を上回る結果だというのが、うん、昨日総裁選終わった後の安倍さんの側近に私、電話して取材しました、はい、で私もびっくりしたの、はい、え53%で、党員票53%で想定を上回るって何、うん、どういうことですかって言ったら、ね、今の説明が出てきたんですよ。 このことを念頭に置いて、メディアというか、新聞か紙読んでいただくと、いやいや、党員票53%しか取れなかったから、自民党内の信任を得たわけじゃないとかね、要するに53%程度では、要するに今後、政権運営に案が立ち込めるだろうとかね、そういった解説っていうのは、言ってみれば取材不足の賜物なのかなということに私はなってくると思いますよ。 53%というのは、うん、まあ言ってみれば、陣営からするとね、安倍陣営からすると、上出来、えー、で加えてです、ね、えー、やっぱり派閥の推薦を受けられなかった石破さんは、はい、今回の総裁選をもって、えー、総理総裁候補としてはもう脱落と。 とということになるんだろまあ今後ですね、じゃあ他かの派閥からの推薦が受けられるかっていうと、受けられないという状況になってくるんだろうと思います、えー、そして先ほど、武田先生がご指摘いただいた、はいえー、どうも気になる小泉進次郎さんのことなんですけれども、ただですね、まあ先生ね、若気の至りというのかな、<laughs> えー、まだまだ、えー、国会議員になって間もない人間ですから、えー、自分の存在をアピールするために、いろんなこと言ったり、いろんなことやったりしますよ。な ね、その点もちょっと分かっていただきたいんですが <laughs>、えー、その中で存在感を示そうとしたらやっぱり党内野党に対して要するに言いたいことをずけずけ言う、ねえーえー、批判をする、えーえー、怖いもの知らずみたいなところがですね、えー、存在感を一番発揮できる立場なんですね。はいえー、これれまでではそれでいい 今まではこれから総理総裁候補になっていくためにはどうしたらいいのかっていうとやっぱりそれだけじゃもうならないんですよ。そうするとやっぱりえこうやって円の下の力持ちじゃないけれどもあのまあえ全体でね10のうち2ぐらいはそういうことがあってもいいけれどもそうじゃなくても自分の意に反映してもやっぱり党を支えるっていう点でねえまあ あのなんてうの安倍総理のこれ意向はこうですよ、うん、政策はこうですよ、うん、ということをです、ね、当、え、該、ーまあ、に向かってアピールしていく、えー、説明していく、はい、理解を求めていくというね、えー、自分のもしかすると意に反することも,もしれないけども、も<は>それを泥をかぶるというふうに言るんだね、うんえー、それができるかできないか、えーね、今の状況では、なんか今日も、えー、昨日の夕方からだな。 あの閣僚人事予想みたいなところでね、官房副長官へ、できませんよ、官房副長官で自分の考えがあっちゃいけないんだから、<laughs> 要するに人気取りしちゃいけない、<ー>完全に縁の下の力持ちで、要するに、えー、安倍さんの分身、総理総裁の分身として、総理大臣の分身として、うんえー、その意図するところ、意味するところ、全部言っていかなきゃならない。えーえー、逆にね そういった仕事ができるようになれば、えー、ようやく小泉進次郎も総理総裁の座が見えてくるんじゃないかなと、なと今のところは、まだまだということですね,、えーですね。どうも石破さんの前線とかね、でそしてもう一点、ね、あと、ね、の話にも関連してくるんだけれども、はい、今度、ポスト安倍ですよ、やっぱり。 もう一点見ていかなきゃならないのは、そうするとね、やっぱりね、派閥の推薦ということで考えていくと、要するに安倍方式ということで考えていくと、誰が有力か、もうこれは言うまでもないですね、岸田さん、広島県選出の岸田さん、政調会長ということになるんですが、実はもう一人有力候補がいるんですよ、この5年9か月、どこをかぶり続けた男っていうのが一人いましてね、菅さんですよ。 官房長官。要するに自分を殺してという中で、徹底的に政権を支えたという点で言うと、この5年9ヶ月経ってみて、私は、ね、菅さんも、ね、有力候補、むしろ腹の座り具合からすると、えー、岸田さんより上かなと思いますよね。 まあいずれにしても安倍さんあと残りの三年間でえまあ自分の政策を全部実行するってこれ難しいおそらく政策の継続性っていうのを求められるとするとまあこのお二人の誰かその政策の継続性をね全く無視すれば石破さんということになるそういう点でも石破さんはありませんよということですね,ですね。いやまあ当然やり残されることもねありますでしょうしねすごい菅さんですか。ありがとうございました。